話しさせていただきます。もうここにいらっしゃる皆さんは私のことも多分見たことがあって、私がどんな楽器を持っているかもご存知だと思いますが、お暇なご通行中の皆さん、皆さん振動屋さんって見たことありますか？ご存知ですか？チンチキチンと遠くまでよく響く鐘と和太鼓を組み合わせた振動太鼓を叩いて街の中を練り歩きながら宣伝をする仕事です。私はその振動太鼓を叩きながら、原発のない安全で安心な世界を求めて、今ここにもこうして集っている皆さんと共に声を上げています。今第一原発が大きな事故を起こすまで、私は本当にとても恥ずかしいことなんですが、原発の破壊危険性を真剣に受け止めずにいました。それがいざ自分の命を脅かすことになり、初めて原発の危険性に気づいて、あんなに危ないものをこの世に存在させてはいけないと強く声を上げるようになりました。振動太鼓は大空の下でとてもよく音を響かせてくれます。たくさんの人々がそれぞれに得意なことで、原発のない安全で安心な世界を求めようとずっと声を上げています。その姿に私はいつもずっとリスペクトしています。私は皆さんの心のこもった魂のこもった一つ一つの熱い声をもう一押し、もう二押し、さらに大きな声にしたくて、振動太鼓というちょっと変わった太鼓を叩いています。ご通行中の皆さん、今ここに集う人々は決して怒るのが好きなわけではありません。今もなお避難生活を余儀なくさせられている福島の人々の痛みを、悲しみを少しでも我がことのように胸に刻みながら、時には涙をこらえて政府に物を申している、ハートのあったかい人々なんです。被災された皆さんのお気持ちは経験したこともない私たちにはお察ししてもしきれない、本当に筆舌に尽くしがたいものだと思います。ですが私たち人間には想像力、想像する力、イマジンする力があります。思いやりという想像力は私たちの、皆さんが等しく持っている宝物なんです。どうかご通行中の皆さんもほんのひととき思い出したらで構いません。今もなお大変な思いをされている被災者の皆さんに思いを馳せてみてください。そして願わくば、あなたができること、あなたにできること、あなたしかできないこと、どんなに小さなことでもいいから試しに心を込めてやってみてください。デモに来るばかりが声を上げる方法じゃない。あなたはあなたの心の中の良心、良き心に従って毎日を愛おしく思える人生を歩んでください。最後に、いつもいつもいつもこうして私たちの声を結集させてくれる皆さんに心から感謝します。そして最後に、We shall overcome. We shall overcome. We shall
ありがとうございました。